皆さんこんにちは、B レジェンド大林です。今回は有酸素運動についての解説をさせていただきます。空腹状態でやる有酸素運動と食事をとった後にやる有酸素運動でどっちがダイエットに効果的なのか、体脂肪の燃焼に効果的なのかということを解説させていただきます。まあ、ダイエットといえばね、有酸素運動を思い浮かべる方が多いと思います。有酸素運動がそもそもダイエットに向いてるのはどうなのっていう話もあったりするんですけども、まあその有酸素運動をやっていくと仮定した時にですね、じゃあ空腹状態でやった方がいいのか、食事をとった後でやっても大丈夫なのか、その辺についてね、気になる方がいらっしゃるかと思いますので解説をさせていただきます。よくねボディービルダーとかね、競技をやってる人の減量ルーティン動画とか見てると、朝起きた直後に空腹状態で有酸素運動をやってる方が結構多いんですよ。まあなので空腹状態で朝早く有酸素をやらないといけないのかなって思ってらっしゃる方も多いかもしれないんですけど、実はですね、空腹状態でやるか、お腹に物が入っている状態、食後にやるかで体脂肪の燃焼効率っていうのは変わらないっていうふうに言われてます。なので空腹状態でやるか食後にやるかっていうね、タイミングというよりは実際に1日の中でどれだけ動いてカロリーを消費するかっていう、そのカロリーのね消費量の方がはるかにですね大きくその体脂肪の燃焼の方に関わってきますので、あんまりですねそのタイミングを気にせずに、わざわざ早く起きて有酸素をやりたくないですと、もうギリギリまで寝ててね、ご飯食べて仕事行きたいですとかね、まあ朝は忙しいんでお昼休みにねちょっと気分転換がてら外に出てね散歩しながらね公園でねお弁当を広げてランチしたいですとかね、まあ夜ご飯食べた後にちょっとリラックスして夜のね空気を吸いながらね散歩したいですとかね、ご自身のライフスタイルとか好みに合わせて有酸素運動を取り入れていただければ脂肪の燃焼の効率は変わりませんので、安心していただいてですね、お好きなタイミングで有酸素運動を取り入れていただければと思います。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンド公式 LINE の方でお得な情報も配信しておりますので、ぜひね概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。